皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけで本日なんですけれども、私少し前に自宅でセルフカラーっていう動画を出しているんですけれども、概要欄貼ってるので詳しくは見てください。ね、セルフカラーを自宅でやって、どれくらいで色が落ちるのかというのを今日はご紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、ちょっとね、私コロナで仕事がほぼ全部なくなったことですし、できる限り抑えられるとこは抑えていきたいなというふうに思ってるので、セルフカラーに挑戦してみたんですけど、今回私がセルフカラーで染めた色はモノトーングレージュでした。灰色に近い茶色混じりの灰色みたいな感じだったんですけど、とりあえずね、私あれから10日経った髪の色がこちらです。めちゃくちゃ茶色い。10日でまあ落ちましたね。もうちょっとね、これYouTube 撮影がちょっと遅れちゃったので、確実に色落ちたな、茶色になったなって思い始めたのは染めてから1週間ぐらいでした。7日でしたね。こちらが私が10日前にモノトーングレージュで染めたばっかりの時。やっぱりさ、なんかちょっと茶色みはあったんだけど、最初からでもまだモノトーン感があったかなと思います。でもね、今の髪色、結構落ちましたね。今ちょっとオイル塗ってるのでちょっと若干暗くは見えるんですけど、あ、ほら、ここの照明感とか分かりやすい。位置変えるとめちゃくちゃ茶色い。今こんなですね。もともと私落ちはめちゃくちゃ早いタイプで、美容室で染めても1ヶ月持たないぐらいですね。3週間とかかな。なのでもともと色落ちはすごい早いタイプではあるんですけれども、自宅だとちょっとより早かったかなと思います。1週間ぐらい。ただもちろんですが、プリンとかにはなっていないので、明らかにあいつ色落ちしてるぞっていう風に周りから見てそういう感じはしないけど、自分的にあれ、私モノトーングレージュに染めなかったっけなっていう風にめちゃくちゃ茶色くなったなって実感し始めたのは1週間。でもこれね、ちょっと映像を撮ってるんですけど、染めて次の日シャンプーして出てきて乾かした次の日、こちらご覧ください。はい、というわけで髪染めてから2日目、2日目で結構茶色くなりましたね。昨日の方がまだダークだったけど、2日目の時点で1回のシャンプーとかでここまで茶色くなった。そもそもね、本当に抜けを感じたのはもう次の日から、あ、昨日より確実に色が明るくなったっていう風に感じています。だからやっぱ早いですね、セルフだと。いや、わかんないです。これはもうもちろん各々の髪の性質とかにもよると思うし、放置時間とかうまさとか、スタートした色とかにもよると思うんですよ。黒髪から染めたとか、ブリーチかけた後にやったとかにもよると思うので、こればっかりはちょっとね、なんとも言えないけど、私個人の感想としてはやっぱり美容室よりもめちゃくちゃ早かったなと思います。これね、だって普通にこれさ、モノトーングレージュ染めたって言われて、モノトーングレージュなんですかって感じじゃない？いや、早かったね、早かったね。だからなんかさ、逆にちょっとアッシュあたりを狙わないで黒ぐらいを目指した方がいい感じにアッシュ感が出るのかなっていう気もしなくはないかなと思います。この商品が早いのかどうかは正直わかんない。他のだとまた違うのかもしれないし、世の中いろいろね、商品があるのでね。でも美容室でやる値段感から比べるとめちゃくちゃ安いじゃないですか、結局。だそれで言うと、美容室でも私持って3週間ぐらいなんですね、色で。どっちしろプリンとかが目立ってくるんだよね、1ヶ月ぐらい経つと。5、600円ぐらいの値段感で、1週間持つっていう風に考えると、それでもその頻繁にね、染め直したりしても美容室よりはコスト的にはかなり抑えられたかなとは思います。思いますよ。今回仕上げのオイルはおなじみココナッツオイルで仕上げてます。ココナッツオイルトリートメントもさ、別でさ、私動画撮ろうと思ってなかなか撮れてないんですけど、今度やりますね。本当にね、保湿感バッチリなんでね。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。瀬戸セイラでした。バイバーイ。